おはようございます。ミスタードリラやってたらね、丸ボタンがね、効かないなって思ったの。この丸ボタンを押して、まあ大体押せば効くじゃん。たまに押しても効かないじゃん。でもね、ミスタードリラ 1000m 行けないから実習練してたのね。で、そうしたら 700m くらいまで潜れるようになったんだけど、丸ボタンをね、5、6回押しても1回も効かない時があったの。で、あ、これやべえなって思って、ゴムがやばいんじゃないかって、ゴムがダメな感じになってるんじゃないかなって思ったので、これをね、PSP をね、ここにね、ネジがあるんだけど、ネジを外してバラしてみようと思います。はい。で、これが精密ドライバーです。で、多分ね、あのね、ゴム、ボタンにゴムがあるんだけど、そのゴムがね、立ってると思うから、ちょっとっていうか、かなりか。このゴリラボンド、お友達からもらったすっごい強力なボンドで、小西が最強だと思ってたんだけど、小西のボンドよりすごいです。このすっごい最強なボンドで、ゴムを補強しようと思います。じゃあ、ネジを取っていこう。この綿棒がネジケースの中に入ってるけど、これ汚いやつじゃないから。PC 開けて、ホコリ取った時に細かい部分のホコリを。いや、開けらんない。そう、無理だわ、これ。片手でやるの。一旦動画、切ろう。どうにかこれ、両手で作業できるようにして、動画撮り直します。はい、両手でね、撮れるようにしてきました。今ね、ここタブレットがあるんだけど、タブレットをね、台の上に置いて固定した。これで両手でできる。よし。じゃあバラしていきます。ね、ネジをね、ネジ。あ、これ画面に映しながら撮るの難しいよ。これどっち回すの？こっちかな？こっちか。あ、撮りながらやるの難しい。いいや、じゃあ編集してネジ撮ったところからやります。はい、ネジ撮りました。撮ったネジはね、蓋のところを置いとくとなくさないで済みます。で、よいしょ。電池撮ります。てか画面暗っ。せっかく画面明るくなるようにタブレットから撮ってんのに、ウェブカメラから撮るとさ、画面暗いじゃん。だからあれだよね、このさ、この棚のせいだよね。棚のせいで影ができて暗いんだよ。くっそ、棚ないと両手使えないもんね。よし、これでいいかな。あと1個だ。あと2個か。はい、みんな取りました。じゃあ外そうか。どうやって外すんだっけ。これ取るんだっけ。あれ、これ何回も開けたことあるんだけど。そうだ、ここ。忘れてた。このね、PSP の下側のここに秘密のネジがあるの。これ取んなきゃダメなんだ。今開かなかったもん。これを取ります。はい、取って。はい、ネジ。暗くて見えない。よし、これで開くはず。いくよ。はい、開いた。はい、開きました。はい、で、これね、PSP の蓋ね。ここが透明な蓋で、ここがね、あのね、画面ね、画面。黒いの画面ね。あー、見えない。綺麗に映んないけど、これが画面です。ここね、ほこりがついちゃうと、とてもゲームがやりにくくなるんで、ほこりつかないようにしようね。で、これがね、ここね、丸ボタンの、これが、
これは私が前つけたアルミホイルです。これがゴムです。これが丸ボタンのところのゴムです。これは多分切れてると思うの。外そう。はい。で、ここが丸ボタンなんだけど、多分ね、やばい感じに、あ、なってるなってる。見える見える？ほら、ここ。ここんとこ。ほら、隙間空いてるでしょう。もうちぎれちゃってんだわ。ほら、他のボタンのところは、隙間空いてないのね。亀裂入ってないのね。でもこの丸ボタンのところは亀裂が入ってる。見えるかな。ほらほら亀裂入ってるの。だからこれをゴリラボンドで補修しよう。はい、このゴリラボンドで。お友達からいただいたすっごい強力なボンドなんです、これ。これで補修します。あんまりね、量使わないと思うっていうか、量使うわけない。だってこれちっちゃいもんね。だから、こっから出すといっぱい使ってもったいないから、ここ開けます。やった、開けたら、うわ。よし、このボンドのところをちょこっとでいいの、ちょこっとで。このボンドの蓋のところをちょこっとこうやって取れ。で、蓋は閉めよう。これ取りながら難しいね。カメラに撮りながらマジむずい。はい。で、ボンドからちょっと取り出しました。この白いのがボンドです。この白いのね。よし。で、これを塗ろう。これ、いや、ちょっと柔らかい。これね、お菓子の。袋ね、ちょっと柔らかいやガーナはだった。これでいこう。このわさびのふりかけの袋のここ使います。よいしょ。で、これをこうかな、塗りやすい形にして、で、ゴムの切れてるここにいっぱいボンド塗ろう。亀裂ね。あー、上手に取れない。この亀裂を、映ってる映ってる、よく映ってる。この亀裂を塞ごう。よし。塗った。めっちゃ塗った。これくらい塗れば大丈夫だろう。じゃあこれ乾くまで放置します。はい。じゃあね、乾きました。じゃあこれを今から PSP の本体に戻していこうと思います。はい、今ね、PSP の電源入れました。時刻。決定。どうかな？ボタン効くかな？聞かない？待って、え、聞かないんだけど。あ、聞かない。まずい。ゴリラボンド入れたけど聞かなくなっちゃった。やり直そう。あれ入れてみよう。ボタンのところにこれ銀紙入れてみます。
はい、もう一回起動しよう。今ね、このね、丸ボタンとね、黒いところの間に銀紙をかませてきました。銀紙じゃない、アルミホイルだ。銀紙っていうとババア臭いよね。で、丸押すよ。あ、丸聞いた聞いた。お、いけんじゃない？これ。が、いける気がする。じゃあ、早速なんかやってみよう。モリスティックミスタードリラー。あ、ミスタードリラーちゃんと持ってます。はい、ミスタードリラー持ってます、ソフト。ソフト中身もあるよ。中身もある。よいしょ。これ中身。PC で IS を吸い出したけど、ちゃんと中身あるから。動くかな？どうだろう、丸ボタンの調子。少しプレイしてみよう。アーケード行こうか。あ、丸ボタン反応いい、反応いい。あ、反応いい、反応いい。あ、すごい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 。あ、めっちゃいけるわ、これ。なんかさ、もう全然さ、これさ、操作できなくてっていうか、深く潜れなくて、これボタンが効かないのが悪いとか私言ってたじゃん。でもボタンが効かない。お、まあいいや。ボタン効かないの、自分が下手なのをボタンのせいにするとか、長打せいって思ってたの。でもこれ分かったわ。悪いのはボタンが効かなかったせいです。じゃあ次回 ESP でね、ミスタードリラー、やろう、ボタン効くようになったから。後で蓋しよう。よしよしよし、いいぞいいぞ。ちゃんと蓋してネジ締めます。とりあえず、ミスタードリラーは 1000m クリアする。で、あとね、ボタンがね、効くようになったからね、この丸ボタンを押すタイミングが重要なゴルフゲームやろうかななんて思います。今こうやってソフトを動画に映してるのは、私ちゃんとソフト持ってるからねって、違法ダウンロードしてないからねって証拠です。はい。これも PSP だからやりたいな。みんなのゴルフのシリーズで、みんなのゴルフ場ってやつです。これすごいよ。北海道のね、ニドムがプレイできるの。友達でね、ニドムでね、やった子がいるんだけど、すごかったって。めっちゃ雰囲気良かったって、ニドムゴルフ場。で、あと、これね。私の好きなシビザードってゲーム。これもね、PSP でやりたくて、ISO を抜いてみたんだけど、なんかね、PSP でプレイできなかった。なんでだろう。うん、PS でプレイするとこれすっごいロード時間が長いんだけど、PSP に入れたらロード短くなるかなって思ったんだけど、プレイがそもそもできませんでした。あと、今度やりたいなって思うのが、大乱闘スマッシュブラザーズです。私ね、スマブラ嫌いなの。小学生に負けたから。小学生に負けたから嫌いです。まあ、つまり、スマブラがつまんないとかじゃなくて、私が弱いから、勝てないから嫌いです。ね、これね、見て見て、映るかな。ああ、ちょっとカメラ持つわ。はい、ここね、大型犬の子犬がいるでしょ。すっごい楽しそうだよね。大型犬の子犬出てくるのかな。うん。いいよね。楽しそうだよね。大型犬の子犬書いてあって。で、これ別に私スマブラはやりたくないの。下手だから。勝てないから。小学生にはボロ負けしちゃうくらい下手だから。でもね、これね、説明書見てたらね、とても興味深いことが書いてあったんですよ。どこだ？どこだ？あったあった。このね、コレクションっていう面、ステージがあって、ここにね、名作トライアルっていうのがあって、ゲーム中に登場するキャラクターに関する過去作品が少しだけ遊べます。
って書いてあるの。やりたいやりたいってことで、あの名作トライアルやりたいから、もしかしたらそのうちスマブラ X やるかもしれないです。はい、ちゃんとソフト持ってるからね。はい、ということで、PSP ボタン直ってよかったわ。